ということで皆様こんばんは。こんばんは。本日は我々夜桜撮影にやってまいりました。やった。奈良県のとある美しい桜のスポットに来ているんですけれど、ここはですね桜の名所でもありながら菜の花もね綺麗に咲いている場所ということでですね、菜の花と桜というですね素晴らしいコンビネーションを本日は撮影していきたいと思います。ということで今年の夜桜撮影やってまいりましょう。レッツお撮影。見えねえ、明かり照らして余計見えねえ。菜の花の量が多いところで行きたいですね。おもろいね。おもろい。菜の花ってどの高さから撮るかによって全然この見え方変わってくるから、うん、今しゃがんでるとふわって一気に見えてるけど、これちょっと上がると奥行き感が増すやん、うん、このローアングルぐらいから行こうかな。ピントが合わないんですけれど、こういう時のポイントとしてはですね、遠くの街の光に合わせるということをすればいけると思いますので、まあどこでもいいんですけど、オートフォーカスでライトがあるところに向けてピント合わせると、でそのままマニュアルフォーカスにしますと、しっかりまずオートフォーカスでもピント合ってるか確認することが大事です。はい、ということでね、ゆこすくん、はい、コード見つかったみたいで、はい、新月で月明かりも何もないので本当見えないんですよ。構図探しにかなり苦労したんですけれど撮っていきたいと思います、はい、まずあちらをご覧ください。はい、まあ、何も見えないと思うんですけれど、もう見えないですね、はい、下半分に菜の花、上奥の方にですね桜の並木道がございます。菜の花は僕らのね目の前から奥の方まで広がっているという感じであるんですけれども、そのね菜の花を手前に持ちながら奥の桜を主題として撮っていくという形にしていきますと、簡単に言うと二分割構図、桜主題の菜の花前ボケです。シンプルな構図でね撮っていきたいと思うんですけれど、ポイントとしてはですね、さっきにもね言ったと思うんですけど、高さですね。今カメラの高さここに来てます。ちょうどしゃがんだぐらいの目線です。しゃがんだぐらいの目線になると菜の花と同じぐらいの高さになるんですね。ということは僕たちの近くにある菜の花がより目立って写真に写るわけでございます。菜の花の高さの違いっていうのがものすごく見えやすいアングルがだいたいこのくらいの高さになってきます。それをポイントにね菜の花を前ボケにしてね撮っていきたいと思うんですけれど、さて設定はですね F 値は 2.8 にします。これは桜にピントを合わせて菜の花を全て前ボケとして使うために F2.8 にしています。で ISO1600、 シャッタースピード8秒というこういう設定にしてるんですけど、なぜこういう設定にしているかっていうと、基本的な考え方としては星の撮り方に寄せてます。その理由としてはですね、若干構図の上の方、空の方にですね星が一応映るんですよっていうのがまず一つと、あとシンプルに時間短縮です。こんな風にですね新月の夜にほとんど何の光もないような場所で撮るってなると、露光時間が何秒あっても足りないということで、もうある程度時間短縮、いろんな写真を撮るためにですねこういった設定にしているっていうのもあります。その2つの理由でこんな感じの設定に決定いたしましたという感じでですね撮っていこうと思います。でもう縦構図でだいたい焦点距離がですね100ミリぐらいですかね。もう望遠すればするほどね前ボケがどん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 大きくなるという感じで、そんな感じでね撮っていきたいと思います。いきます。ほいポーチということね。はい、ということでねこんな感じが撮れまして、菜の花は結構綺麗やけど、ちょっと桜が満開のところもあるし、ちょっとまだ枝っぽい部分もあるみたいな感じなんですかね。なるほど。まあでも綺麗にね撮れたんじゃないかなと思います、うん、星もね2個ぐらい映ってて多いですね。いい感じに撮れたと思います。ということでそんな感じで次行きましょう。はい、第5回。はい、ということでですね、はい、高橋くんの1枚目が決まったみたいです。はい、僕も1枚目はね、はい、彼が望遠レンズで撮ったということでね、僕はその逆を行く広角レンズで撮ろうと思うんですけど、おまあねやっぱこう菜の花畑、普通の人はね、はい、菜の花綺麗ってなってね、うん、密集した菜の花畑行きたくなると思うんですよ。撮っちゃいました。実力者たるもの、うん、実力者、身を向けるのはこちら、はい、おやや、そう畑ではなく一本だけあらと咲いてる、これこの一輪の菜の花、こっちの方にね群衆があるんですけど、ここだけ本当綺麗に一本ここで咲いてるんですよね、この子が、うん、これにね着目して撮っていこうと思います。なるほど、それをねこの14と、そうですね、超広角で撮るんですけど、はい、今回はですね主題はこの菜の花です、うんうん、さっきのゆぽすくんはね桜を主題にして菜の花を前ばけにしてたんですけど、うん、今回はねメインを菜の花にして、うん、桜はねぼかすわけではないんですけど、一応まあバックにいてもらうという感じで撮ろうと思います。はいはい。で、まあ、僕はね構図は基本的に二分割構図です、はあ、地平線を境に上は空で下は地面という感じでね。なるほど。あります。上には桜、ここに菜の花があると、うん、で桜がねその菜の花の後ろにこんな風に、ね、咲いてるんですね。これをバックにすると、うんうん、そうこんな感じでね、はい、ちょっとローアングル気味から撮ってます。このぐらいの高さから撮ると桜がねほとんど空バックになるので結構綺麗になるんですよね。地面バックよりは空バックの方がシンプルですし、背景がね桜の粒の一粒一粒が目立ってくるので、で下半分の地面のところにこの菜の花を配置してですね、菜の花ね黄色なので地面は暗くて、だから結構黄色が目立つんですよね暗い中で。それでね大体構図自体は完成です。なんですけど、はい、ちょっとねそれだけではねどうしても普通と言わざるを得ない。
あら、結構まあ既に特徴的な写真ですけど、まあまあ、そこでねとどまってしまえばそれまでなので。なるほど。スマホのライトを使って。スマホのライト。そうっすね、ちょっとだけライティングの方させていただこうかなと思います。おやおやおや、その理由は。一つは菜の花にね影ができるんですよ、ライトを使うことでね。なるほど。ライト使わなければもう今月明かりとか全くないんで影は絶対にできないんですけど、ライトを使うとちょっとだけ影ができるんですよ。もちろん光の強さによるんですけど、ね、うん、そうこういうことですね。黒い影ができると、うん、スマホのライトを当てることで。そうそうそう。ちなみにこのね高さとかでも長さが変わるっていう、うん、影が出た方がね立体感ありますし。そうですね、のっぺり感が減るので、ね、あとはやっぱちょっと暗いんでね、どうしても。で菜の花がやっぱメインですので、はい、菜の花を目立たせるなら下だけはちょっと明るくしたいなっていうのも。完全にノーライトだと桜の方に目いっちゃうもんね。そうですね、やっぱ空があるので、うん、暗い地面と空だとどうしても空の方に目が行きがちなので、ちょっとライトで光量を補う。そんな感じでね影作りながら光量を補いましょうということで。なるほどね、スマホのライティングね、うん、設定は。設定まず F 値は14。今回は菜の花と桜どっちもにピント合わせます、うんうん、中途半端にね桜がボケてるとね微妙な写真になってしまうので。でまあ今回菜の花とカメラの距離が近いので。こんな感じですね。そうです、結構絞り込まないとね奥の桜までピントが合いにくいので、今回は F 値は14にしてます。はい。シャッタースピードは30秒、そしてそれに合わせて ISO 感度は3200までね、はい、上げて撮っていきます。分かりました。やっていこうと思います。行きましょう。はい、はい、ということでね、今こんな風にねライト照らして動画も撮ってるんですけど、このスマホのライトでライティングの方していきたいと思います。はい、僕がライティング係ですね。うん、そうですね、もう撮ってたんですけど、もう一回再現すると斜めから僕がスマホを構えます、うん、で一瞬だけライト照らすんですよ、うん、じゃあどうぞ。スタート、こんぐらいです。スタートでシャッターを切って 0.7 秒ぐらいでライトを当てて撮るっていう、これでいい感じの光の具合になるので、うん、そんな感じでね撮ってましたと。だいぶ暗いのでライトの光ってだいぶ強いんでね、一瞬じゃないと。 ISO も高いしねこれ、うん、すぐ明るくなっちゃう。そうっていうのでプチライティングですね、はい、で撮ってましたと。まあこんな感じでね、はい、ちょっと影も伸びつつでね、下もいい感じに明るくして、はい、スマホのライトを有効にね使えたんじゃないかなと思います。そうですね、しかも一輪見せていい感じにうまいライティングで撮りましたね、うん、思考を放棄しない、いかに生み出すかということ重きを置いて名言出ました。写真を撮りたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、ではね次まだね僕が撮ろうと思うんですけど、はい、次はですねこちらにね池があるんですよ、柵の向こう側ですね。そうですね、ここにねリフレクションがあるのでそちらをね撮っていきたいと思います。はい、池のね、うん、リフレクションをメインで写すんですけど、焦点距離はね今回 70mm、 そしてですねこの手前にねいっぱい桜があるんですよ、うん、この僕たちの周りに。これらをね使っていきたいなと思っています。はい、構図としては基本はね空と池でね、綺麗な二分割ではないんですけど、はい、まあ、若干空多めで入れようかなと思います。で周りにね桜をガッと入れ込んでくるという構図で、真ん中にこのリフレクションを配置して手前の桜でね周りを囲む感じで撮ろうと思います。わかりました。この桜と木を両翼にするというか、うんうん、合わさった感じで奥にあるリフを撮るっていう感じですね。そうそう、で僕のリフレクションのところはね、はい、道路になってるのでそこに車が通るんですよ。車が通ったらね鉱石になるので、それも入れたらねいいアクセントになると思います。そうですね、後ろのライトは赤いのでね色味を足すのに適していると言いますか、こういう向きテールランプが映る方向に走っていく車を狙って入れると。そうですね、いいですね、うん、設定ね、はい、設定は F 値 5.6、 シャッタースピード13秒、 ISO 2500って感じなんですけど、 F 値はね、はい、全域にピント合わせるのがねめんどくさいということでめんどくさい、まあ、合わないですね、絞っても、うん、そうちょっとね 70mm なんでちょっとやっぱどうしてもピントがねなかなか全部合わせるの難しい、はい、ということでもう 5.6 でちょっとぼかす感じで割り切ってます。わかりました。 2.8 だとボケすぎるのでちょっとね形が残るぐらい綺麗なボケにするために 5.6 にしてます。言うて桜ここですからね、で奥だいぶ遠いんで、そうそうそう、でシャッタースピードは13秒なんですけど、はい、これねちょっとさっき車が急に来まして、もうちょっと設定を詰めた方が良かったんですけど、うんうん、設定を変えてる間に車が行っちゃうというのがもう容易に想像がついたので、はい、あえて設定を変えずにシャッターを切るということに全集中させていただいてねですね、まあ、これ実は撮った後なんでね、うん、とりあえず緊急で撮ったと。そうですね、シャッタースピード13秒という非常になんとも言えない本当はもうちょっとシャッタースピード長くて ISO をもうちょっと下げても良かったんですけど、そうね下げても良かった、ね、それに合わせて ISO 2500というね。なるほど、高いですけどね、新月なんでしゃあないっすね。しゃあないっすね。そんな感じでね、まあじゃあ車はねほら前向きだと白いでしょ。白いとやっぱちょっと明るすぎるのと、そうね、まあ、白はねちょっと面白くないので、それは間違いないっすね、うん、よっしゃい、ポチッと
ということでね、撮れまして、なかなかいろいろ組み合わせてね、はい、桜の白と赤いライトと、うん、赤いね、まあ、リフレクションもあってということでね、桜もね2倍の大ボーナスということで、ボーナスね、まあ、そんな感じで最後ゆうぽすくん、はい、思考を凝らした渾身の2枚目見せてもらおうかなと思います。いきたいと思います。はい、もう悪くないかな、生産できてる。はい、ということでですね、はい、本日ラスト4枚目撮っていきたいと思うんですけれど、でもこれ1枚あたりね構図探しにも30分ぐらいかかってるんですけど、そうですね、やつ見つけました、うん、最後もですね、僕は菜の花と桜のコンビネーションを撮っていきたいと思います。なるほど。1枚目はねもう望遠で前ボケでみたいな感じで撮ったんですけど、今回は両方主題です。お、菜の花と桜も主題で撮っていきたいと思うんですけど、カメラのねセッティングの様子がこんな感じでございます。めっさ低い、うん、めっさローアングルですね。もう今回もうセンターポール抜いてましたガチのローアングル謎の棒が1本あるこれ抜かないとね低くならないですからね使うレンズがですね 20mm の単焦点になります、はい、でもうまさにローアングルから見上げる感じで写真を撮っていくんですが、まずね手前の菜の花たちですね、うん、これが一つ目の主題になってきます、はい、でここの菜の花は結構理路整然と並んでおりまして、はい、まっすぐ上に向かって綺麗に均等に伸びているという感じで、うん、いい感じのこの隙間具合でごちゃついた感もなく並んでるんで、ローアングルで撮ることによってですね整列してる感じがすごくよく見えるんですよ、うん、ある意味柵みたいな感じの印象になるっていうのが一つポイントです。で、ほんと下から撮ってるんでこの菜の花とかそこら辺の菜の花が結構映ってくるんですよ、うん、この菜の花たちを主題にします。もう一つがですね上ですね、上にちょっと見えにくいんですけどすごい綺麗な桜があります。で、この桜特徴としてはですね、この真ん中に太い枝が一本出てきて、でその周りにたくさん花びらがあるという感じで、このね一本のすごい太い枝横から来ている感じっていうのがもう一つのポイントになってきます、はい、で、ローアングルから撮るんでバックは空になるわけで、菜の花のバックも空やし桜のバックも空っていう感じになります。で、構図はねうまい具合に菜の花と桜がごちゃごちゃにならない感じでね重ならないようにね、うん、配置してるっていうのが構図のね構成のポイントにはなっております、はい、でですね、今回はもう一つこだわりとしてはですね露出ですね、設定の方行きたいと思います、はい、設定がですねまず F 値は16にしております。これはですね極力もう全体のピントを合わせたい、菜の花近くて桜遠いんですけど、うん、もうそんなのなしに、まあ、20ミリなんで極力絞ってピントを合わせたいということで F16 まで絞ってます。で、シャッタースピードが30秒、 ISO が3200で撮っていくんですけれど、これには理由がありまして、またね時間短縮っていう面ももちろんあるんですけれど、今回ポイントが露出って言ったのはですね2つともシルエットで写していこうと思っております。桜の色も菜の花の色も出さないです。菜の花の形、桜の形それぞれシルエットで空バックにして写す。なんで言ったらちょっと暗めなんですよね、うん、で、本当今日新月なんで ISO 3200で30秒も録音して、まあ、F は16なんですけど結構明るく撮るんじゃないかと思うかもしれないんですが、これでもかなり暗いです。かなり黒と落としたような感じの写真になるので、こんな感じの写真で撮っていこうかなというふうに思っております。で、まあ今日は風があんまりないんですけど、これが5分とか録音してもいいんですが、長すぎるとやっぱりね言うて花びらなんで両方ブレがよりね大きくなるかもしれないっていうところで、そこはね30秒ぐらいがいいんじゃないかなっていうのと、そんな感じで、ね、設定は決めておりますという感じで、なかなか話してしまいましたが、最後菜の花と桜コンビネーション合わせて撮っていこうと思います。いきます。オポジット、はい、はい、ということでですね、こんな感じで撮れまして、結構ね暗闇での撮影って難しいんですけど、試行錯誤していろいろ撮れたかな、ね、そんな感じでね、いい感じに菜の花撮影できたんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。おつでした。はい、ということでですね、本日はですね菜の花と夜桜撮影ということでですね、写真いろいろ工夫して撮ってみたんですけど、皆様いかがでしたでしょうか。春とは思えないぐらい夜は寒いです。僕らもダウン着てるんですけど震えております。皆さんも夜桜撮影するときはしっかり防寒してほしいんですけど、夜撮影の魅力っていうのはやっぱり非現実的な写真というか、肉眼では見れないような色だとか雰囲気が出せると思うんで、確かにねちょっと夜撮るのは怖いっていうのはあるかもしれないですけど、ぜひねお近くの桜で夜桜撮影試していただけるといいんじゃないかなと思います。春はね本当もう菜の花、桜、天の川、まあいろいろねあると思います。春の被写体、この動画でねいろいろ話してるんで、こちらもぜひご覧ください。そんな感じで本日の動画は終わろうと思います。ということで皆様本日もご視聴ありがとうございました。少しでもよかったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ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 。